やっほー、皆さんこんにちは、よしおじです。はい、4トンがフォークリフトで2トンフォークリフトで上がるかどうかっていう話は今回なくてですね、爪の修正ですね。左右だ、前これが折れて直してもらった後に左右ずれてこうなってたんで、もう一回これを直してくれるということで切れ目を入れてます。切れ目を入れてこれを上げれば曲がるんじゃないかという。すでにでも揃ってるのは何だか知らんけど、下もすでに、あ、そうなんや、もうやりすぎたらあかんぐらいな、これ。もう下がりすぎたぐらいで、今の、今はな、うん、戻るんかい、なんかで戻るっちゅうか、下がりすぎたんちゃう、下がりすぎてない、もう何回かしたんかって、いっぱい目下がったらこんな天井くれるんか、上げてただけなんか鼻からキスタンもん、鼻からなんか全然ずれてなかったような気がしたけど、なんでな、俺切る前見たけどさ、今日いやいや、だいぶ時取ったよ、こっちが上やったやろ、だいぶ下がった、これ下がりすぎじゃない、下がりすぎ、じゃあ次天井切れ目を入れて上げるっていう、でその後まだあの当て材をして溶接して直すということですけど、まあまあまあ、あの危ないかどうかっていう話は、まあ、さておきですね、危ないです、正直ね、まあそこはいいこなしってことでお願いします。シフター高いな、シフター用の爪ってないしな、そうやんな、曲がりすぎたな、うん、はい、爪がね左右ちょっと違って直してくれたんですけど、また直しすぎたという感じでしょうか、はい、まあまあ実験ですのでね、これは試作の実験ですので、あれを仕事に使うってわけではないのでご安心ください。バイバイ、よしおちゃんです。